はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと運転しながらなんですけれども、株のデメリットについて、昨日はちょっと株のメリットについてなんですけど、まあメリットいっぱいあってですね、昨日ちょっと話しきれなかったんですけども、今日はね、デメリットということで、お話ししていこうと思います。まあ、ね、デメリットっていうと、もう僕も株好きでやってるんで、デメリットっていうところあんまり見当たらないんですけれども、これはなんていうんですかね、人によるんですか、まあ人によるって言ったらですけど、立場によって変わってくるってとこですかね。例えば株やってるよっていう会社で言った時にですね、ってこう引かれる時もあったりしますよね。まあ、それはもう立場によって違うと思います。もうなんて言いましょうかね、社長仲間で株やってるって言ったら、別にあそうなのって感じで儲かってるって感じになると思うんですけど、まあそういうとこが違うかなってとこですね。まあそれをメリットデメリットと思うかどうかですよね。うん、まあ株やっててお金を損するっていうのはまあね、それはまあデメリットには入るかどうかってちょっと疑問なんですけども、まあそれとは別にですね、デメリットっていうとやっぱりなんでしょうね。デメリット、まあやらないことがデメリットかもしれないですよね。まあそれはちょっとね、今回の趣旨とは違ってきますけども。デメリット、株のデメリット、そうですね、なんだろうな、株の、そうですね、デメリット、まあ僕が言ってるのは株の、トレードですね。トレードのデメリットということなんですが、トレードのデメリット、そうですね、トレードのデメリット、トレーダー、そうですね、まあ仲間で動かないとできない仕事ではないんで、昨日も申した通り一人で完結できちゃうんですね。もうパソコン1台で一人でできちゃうんで、なんかみんなで協力してこう何かを、成し遂げるっていうものではないので、そういうの好きな人はですね、ちょっと一人でやんなきゃいけないんで大変かもしれないですね。全部もう自己責任というか、自分の判断でやってきますから、まあ、当然ね、仲間がいて、なんかね、これどう思うとかってそういうのはあるんですけども、結局そのお金も自分のだし、その責任もね、自分の責任のもとでやるわけですから、なんか上がるって言ったじゃんなんて言ってもね、そういう人いませんので、そういう人はね、いなくなっちゃいますんで、大丈夫なんですけど、そうですね、ちょっと孤独っていうのとちょっと違うかもしれない。だから責任がね、やっぱりもう自己責任なんで、そこはやっぱりこう勤め人とはちょっと違う、サラリーマンの感覚とはちょっと違うのかなっていうところですかね。まあそれもデメリットになるのかな、それ分かってやるっていう方がほとんどだと思うんで、そういうのがどっちかっていうと好きっていう方がやられると思うんで、ちょっと難しいですね。デメリットとして解釈するのが難しいかもしれないですね。あとは何だろうな、デメリット、覚えた技術は他に使えないというかね、まあ、チャート見る、チャート、投資系のチャートとか、あとは、移動平均なんかね、そういうのは同じですから、グラフ、チャートですね、そういうの読めますけど、なんか他の仕事にこう、使えないというかですね、営業に使えるかとかね、まあそうですね、経理に使えるかっていうと、まあそうでもないですしね、なかなかそういうところでしょうかね、まあ、汎用性がない技術かなと。まあ、でも技術ってそういうもんですよね。なんか刀鍛冶でも、刀鍛冶やってるからってなんか他なんかできるって言ったら多分できないと思うんですよね。まあ、特化してるってことはそういうことだと思うんで、なんかこうなんていうんですかね、メリットとデメリットってこう背中合わせで、僕なんか考えるのはそういうもうこれしか使えないっていう技術はやっぱりそれはそれで貴重なものかなって思っちゃうんですよね。他にこう汎用性があるものとかではなくて、もうこれしか使えないっていう、でもこれがないとできないっていうね、その特殊性っていうか、そういうのは僕はメリットの方に入っちゃうんですよね。だ人によってはやっぱりデメリット、これだけ時間をかけてやったのに他には使えないのかっていう方もいるかもしれないですよね。まあちょっとね、デメリットっていう話の中でデメリットとはって言ってますけど、デメリット、ちょっと僕はね、これがデメリットですってなかなかないんだよな。
まあ習得するまでの時間がねかかるっていうのが勉強しなきゃいけないんで、それがデメリットって言っちゃうと、あとね他のこともそうね覚えるにはやっぱ時間かかりますからね。なんとも言えないかもしれないな。まあちょっと逆に皆さん株はこれデメリットだよっていうのがあればですね、教えていただきたいなと思います。はい、そんな感じですね。今日ちょっとまた暗くなっちゃいます。もうほとんど映ってないですね。暗くなっちゃいましたけど、声だけっていう感じですね。よろしくお願いします。それではまた、さようなら。